はい、皆さんこんにちは、浦方です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、ライラックスモード2ダブルフラットグレードナイツサプレッサーリアル。言わずと知れた業界ナンバーワンサプレッサー。サイズが全長で192ミリで、外径が35ミリとなっております。で、重量が 126.3 グラム、これは実測で測りました。対応機種は14ミリ正ネジ逆ネジで、このアダプターがね、一応2種類、今ついているのと、もう1個ねついております。で、4層構造による安定感に加え、知名度実績は海外にも多く流通されているほどのサイレンサーとなっております。名実ともに当シリーズを牽引する代表的商品ということ で、もちろん正ネジ逆ネジね、アタッチメント付属というサイレンサーでございます。実際にね、こうね、刻印とかもね、リアルにで、このボツボツのね、加工もいい感じに色合いが出ております。それではね、実際に打って音量測定をしたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。ではサイレンサーつけない状態でね、とりあえず測ってみます。102.7、 102.6。 じゃあサイレンサーありでね、やっていきます。90.1、 93.9。 いや、フルオートで 95.2、96.0。 でサイレンサーなしのフルオート 106.2、 105.2。 はい、シューティングレンジから戻ってまいりました。さすがですね、10以上音量差ありました。数値の方はね、今出てると思いますけれども、このライラックスさんのね、やっぱ一番いいモデルっちゅうことで、これ人気モデルなんですけれども、一応こちらはね、旧商品みたいです。で、現在は新型にね、変更になっておりますので、リンクとかはね、新型のものになります。で、こちらの方も一応パドックでね、在庫で残ってるのがあったんで、ちょっとこっちやったんですけれども、皆さんもね、ぜひサイレンサー、このタイプなかなかおすすめでございます。使ってみてください。さて、今回ご紹介したのはライラックスモード2ダブルフラットグレードナイツサプレッサーリアル。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。